TV. Only describe us as soldier survivors. Stay laced in the best, well dressed with finesse in the white team. Looking for wifey, the girl who fly and talk so nicely. Put her in the coupe so she can feel the nice breeze. We can drive through the city, no doubt, but don't say my car's topless. Say the titties is out. New miss, here's the anthem. Put your hand up, that will shoot me. Yeah, he just got. Okay, DJ, speed that shit. あれおかしいな、マイクフォン全然聞こえない。立ち話こいつならが勝ち目はない。ならばそうばっさり聞いてく。さて乗り折れたのない向かってゴリ。今日もみんなぶっ飛び、これで素の通り。全て想像リーブメイクドリーム。想像お前はもういねえよ。ここでジエンド危険度上げてく。I'm a danger for the scenario。 危険度だから俺にすれよ指名書。見せるだけだろお前にとっての終わり。まるでそうな目なが関節また決める柔道みたいなもん。中毒性持ってるからみんな中学生じゃねえぞ。大人のキックボクの楽しみ方味わいな。じゃあ神なっちゃ早口コンプラップなくめんどくさい。空振り三振頭が足りない。クッとげ片口いわし。こんなんで OK 日本語ラップ。間違いなく依存となる言葉はライニング決戦。あとは内情そこからアンサイド解除用脳内を解放。そこからパブリックエナミー中指立てるやつには立てて言葉で勝負。 OK では判定に参ります。先行ピースター、後攻マクティ、オーディエンスマクティ、では審査員レディージョッジ、勝者マクティ、マクティいいですか。ではいきます。 DJ スピードシュート。また当たっちゃったね。縦のリズム乗り方分かってない。このおじさんそんなんじゃお客さんみんな黙ってない。だからないごめん、あ2回目もう俺が勝つ。グッドルビクトリー、ここで消えるお前のヒストリー。お前の野望理想今日はいつの日。ダンタカダンダンタカダンダンタカダン。子供が叩いてるカスタネットみたいな感情のラップしてんのお前だろ。全然何が縦乗りのラップ。縦乗りも横乗りも何もできてねえから横取り。まるで通り痛く俺も到着。つまりお前より高いってことで。ファイヤーバード、お前のラップまるで悲しいバラード。虚しく響くだけだぜ。うまいこと言ったねカスタネット。だけどお前のラップの方が勝ちじゃねえの。みんな気づいてるぜ。俺のラップスキルどれとでも一流。お前を追い抜けるナジ君、ここで活躍するのはどっち。みんな分かってるはずだ。俺がショッキングなラップをお前の脳内鼓膜に叩き込んでネクストレベルに上がって5枚で思ってやるレッドブル。今2015年なのに未だにやってるインカシリドリーインのフェイスオゲット。悪いけどそれ4年前の俺のスタイルの単なるネッカ版。わかる、ここで俺とお前何度やっても同じ結果じゃん。ゲータチャンスつかめない。この2015の現場じゃ通用しないそのスタイル。古すぎる、マジで古すぎる。今日わかってないのはお前。俺は本当にこいつに憧れてフリースタイルを始めたバトル。過酷ってことも分かってる。だけど今日はこいつを
から悪いけど飛べるも何もかも俺の後ろ走ってるから俺に追いつく言葉できないマジで悪すぎるお前はっきり言う言葉の運動神経が悪すぎるハードバーグ鬱陶しいぜ、お前消えろ俺の前一生いっぱいっていうかこいつに負けたなんて俺道一生言えない。では判定に参ります。先攻ハードバーグ、後攻ナジオ、オーディエンスナジオ、では審査員レディージューチ、勝者ハードバーグ。OK いいですか。ではいきます。 DJ スピードッシュ。はじめましてギプ、俺はリープよりキープが好み、ドルフェイルなエコノミー、調子はどう、いつも通りホーミーとローリングスティロー。はじめまして陽一、お前はチョケルかもしくは島田陽一、関係ない俺が今日盛り上げる今日一、わかるだろなんせでも限界値、超エッチ、お前超えてる限界値、わかる弁解し、だとこ限界値、わかる変態値、お前のメンタリティマジで俺がなる限界値、人には俺はもがピアノで片目わかる、まるで赤目バカげ出るやつに負けないが政治家転げ落ちろ、この前で殺してやるよ。煙でも焼ける限界値、ピッチも踊れないぜ倦怠期、でわかるかマジで倦怠期、でも給与今日くじ引きまでラッキー、俺が一回戦も突破でよ、まるで風穴開けることフロー、兵庫西宮の POIL 死も書いてるかで地も書いてる、マジで一のみな陽一、この時数時が来た、こいつ切り裂きます、気になります、切り裂きジャック意味あります、こんな奴にマジ意味ないもん、君ライトで聞けない日々愛を伝えながらお前テキーラ飲め、つまりお前はマジで敵だねんで、ありがとういただくぜテキーラ、俺はヘビーなフローの俺がスイマー、こいつ意味があんのってアンサー返してないじゃん、意味があんの、そこに立つ君じゃなくてもいいよって感じ、俺は栄養でから吸い上げて幹を通過まででいいなって腹を高くてる、君じゃなくてもいいのは俺も一緒ですけど、同じ立場どうなんの、その辺もハッドハイド、分かるからのビートに愛を伝えないとか出ないよ、この丸はサンチョ、それじゃない曲げたらそれだけで勝てると思ってる、またまたそんなに勝てないと思いますよ、死にも死んだそんなんでいいんかでいいんか、吐けないままMCはこの場でフリーダンス。レベルが高い。では判定に参ります。先攻シーマが良かったと思います。後攻陽一、オーディエンス陽一、では審査員レディージャッジ、勝者シーマ。準決勝やばいです。ではいきます。ディジスフィニッシュ。勝ちて、勝ちて、でも大丈夫、マジで諦め、その勝ちにある勝ち負け、大丈夫だぜ、目の前にいるサピアン、お前のことは価値があるけど、価値感がないけど、大丈夫か、必勝勝ち、俺が仕込んだウィードで大丈夫、リコールバーで打つ、パンパンパン、アンダーグラン、どうかのワンダーラン、簡単な言葉じゃないけど、子供を借りて、はい、連れてくお客をワンダーラン、締めの箱に食べるワンタッカー、スッキリしよう、相手はボンズ、大丈夫、大丈夫、おかげで最上級なワックスでぶっ飛んでゲロ入っちゃった、でもけど勝っちゃった、バトル熱くやっていく、舌が回らない、これもワックスの特性、でも大丈夫、めんどくせえ、全てを振り払う、バトルでガチガチにやろう、ポンズいつもありがとう、感謝してる、なんか言ったけど大丈夫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 、マイク5分だけどマイク持ったら大丈夫、勘違いはないけど言葉の最高級でぶつける内容、グッドのワックスでお前の気分をマックス、一緒にいようよなんて昔流行った昭和の話だけれども、ワックスマックスな感じで5人組、大丈夫だ俺たち6人7人5人ボーイン組んでボーインの女のピッチをだ、共に大所帯を持ってる引き金サウンドにチルチルドックス、うまくやってくうまいチルを2人でクドックス、みんなを連れてくオリジナルワールド、ボンズ相手だからコストいただけることに感謝してる毎日、でもそれ以上に欲しいもんがある、今日は5万円取らなきゃ俺は5万円で帰れない、笑いたい笑いすぎて腹痛い、
でも酒いただきたい。誰が相手で誰が相手じゃないか分かってない奴に見極めたい。1か0、君は0。分かってないなら教えるぜ。持ってるメリー・ジェーン、お前とは絶対しないぜ。デキレース、激戦区、手に拳銃、マイクフォン持ってお前を殺しに来た。俺の名前だ、サンコンキーだ。どこに行くのか出口出せ。あっちなんて言うか、サンピン・ラッピンよりも勘違いないやつ、間違いだから出てけ出口。あっちの方だぜ、サピン・アッペア・ビーボーイじゃないって言うなら言ってくれ。サンピンキャンプよりも正直興味あるのはサンピン・ファック。そっちしか見えてない。ゲスなら笑ってください。これが俺のスタイル。変えろって言われたって変えられません。何も変えられない。このマイク持って酒を持っていたなら俺は好きなように踊れる。誰もが飛べる。一度落ち着いてく。俺はインストラクターじゃないぜ。インハクト、マジでスター。 OK、 では判定に参ります。先攻ポーズ、後攻サビア、オーディエンスポーズ、では審査員レディージャッジ、勝者ポーズ。爽快なラップが聞けるぜみんな、yeah. 調子はどうだ、では行きます。 DJ スピードッシュ。調子はかなりいい方、強豪の南の方、温暖派な風、温暖セット、今日もフリベロなテンションでお届け。噂今日はこれを期待、死ぬ気なんて殺し合い。 You're 強豪西宮 Motherfucking Seema Take me to keep her、yeah. どこなら来たとかどうでもいい、覚えて返すのにもない。殺し合いする気はない、一方的な俺の殺戮のみ。俺は傷一つ負わない、まるでステンレス、錆びないスキル持ってる。テルテルポーズはいらねえ、生まれつき伝説に残るほどの晴れ男。俺だってまだまだ錆びないっていうか、このスタイル飽きない。いや、つまりは俺は飽きはないで、つまり四季はない。自分で四季を取るこのマイクフォン、適当に残すビート上にタイヤコン。あ、危ないぜ、マジパイナポーな終始プラスパイハイ。しのぎで見つけたライムとか下手くせえやつは置いといて、俺このビートどうやって乗っかんのが一番関係か考えてる。つまりお前の言ったこと、耳から左、右から左だ。耳障りだけはいいみたいだが中に何にもなかった。一回入ったならそれで俺は満足するぜ。ないないにフィリックス緩急、えいや俺ならマイクフォンチェックワンツー、いつも緩急させてギャルまるで戦時操作。違うで B.Y.S. だ、don't doubt、 いつでも放火する。その眼鏡の奥に何が見えてるかどうで、限られた8小節の中、マイクフォンチェックワンツーは必要ない。 PA バッチリやってる、言いたいことだけ言ってくれ。そんなんで旅の大阪から来て、俺にやつだけにされて帰る。帰りの道中面白い話後でしてやるぜ、ポイントくん。 OK、 では判定に参ります。先行シーマ、高校リョーカルマ、オーディエンスリョーカルマ、では審査員レディージャッジ、勝者リョーカルマ。